はい、先ほどまで電源がつかなかったボグナートリプルジャイアントハーフだ。なんとかヒューズを交換したら電源がつきました。パチ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 、よかったー、ほんとよかった。これね、超大事にしてたプリアンプで、何よりも修理代の経費がかかさまなくてよかった。はい、ほんとよかったっす。ちなみにこのボグナーハーフラートリプルジャイアントですね、ラインハルド・ボグナーさん直々に改造をしてくれて、特別なプリアンプなんですけども、ご本人がラインハルド・ボグナーさんが僕がちゃんと改造しましたよという証拠に、本来はこれ黒いノブなんですけども、こういう白いノブに変わっております。これがなんか僕がちゃんと改造したよっていう証拠だそうです。はい、まあせっかく火を久々に入れたので音を出してみたいと思います。再生は VHT クラシックのミラータイプと、センドとリターンで TC エレクトロニクスでディレイとリバーブ、センツを少しだけいじったピッチがちょこっとだけかかってます。で、足元は何にもなくてレスポールオンリー。行ってみよう。デジタルアンプにはないこのチリチリ感ね。デジタルアンプもすごくいいんですけども、やっぱり本物を聞いちゃうとこのチリチリ感はこれでしか出せません。最高ですね。歪みチャンネルも試してみましょう。ブラウンチャンネル2チャンネルですね。ブラウンっていうぐらいだからバンヘイレンを少し意識してるのかなという感じかな。ちょっとリバーブがかかりすぎた、失礼。シャープチャンネル。
Yeah.